えーとでは、えーと、6月回のですね、一、えーまあ、発目ということで、えー、と2024年6月版の LMM 情報のアップデートという形で、えー、とお話しさせていただきます。かれこれもこれは1年ぐらいですね、えーとまあ、1ヶ月1回から2ヶ月1回ぐらい、えー、とお話しさせていただいている内容となります。 で、えー、と今回、えー、と持ってきた、えー、と内容としてはですね、えー、とまず最初、生成 AI と、SI まあ、GPT のところの概要をですねお話しさせていただいて、えー、とこの後は6月版のアップデートのお話をさせていただきます。でえー、と前回の5月版の振り返りと,、えー、と5月版のアップデートですね。 そのあたりをお話しさせていただければと思います。で、えっ、ー、と、まあ、今回からですね、えっ、ー、と、まあ、以前から少しずつできたらと思ってたんですけども、まあ、この、まあ、たくさんある生成 AI のモデルをですね、えっ、ー、と、ちょっとずつですね、えっ、ー、と、まあ、オープン a i 社が提供する、えっ、ーえー、とですね、まあ、GBT シリーズではないやつを紹介していきたいなと思ってたんですけど、まあ、ようやく今回ちょっとずつ 今回から少しずつ紹介していければなと思っているところです。でえー、とまず、ちょっとまたあの同じお話になるんですけれども、まあ、生成 AI とか、ねえー、GPT のところのちょっと振り返りをもう一度させていただければと思います。でえー、とまあ今、メインでえと多分議論になっているところは、このチャット g t p という、えー、と生成 AI のモデルかと思います。 で、こちらはまあもう2年ぐらい前になりますが、えっ、ー、と、2022年の11月に、まあ、AI ボット、AI チャットボットとしてえと公開されたモデルになります。えっ、ー、と、当時は GTP の3.5というモデルでして、えっ、ー、と、その翌年の3月に、えっと、GPT の方が、えっと、リリースされたという形になります。で、えー、と最新のモデルはですね、あの、先月ですね、公開された GPT の 4O というモデルですね。が最新で、えー、API のバージョンが、えー、この小文字の GPT-O、4O、えー、GP っていうのが、えー、と最新の API のバージョンです。で、この O っていうのはですね、オムニの略ということで、まあ、マルチモーダル化がもより進んでいるようなモデルになります。で、えー、ともうこちらも何回もお話ししているところなんですけど、まあ、こちらは LAM、MM。 大規模言語モデルのモデルの一種になります。大量のテキストを学習した AI モデルで、このテキストの生成過程で次に来る単語を高確率で予測できるというところで、この予測がすごいし高精度ということで、結果として人間が自然に感じるような文章が生成できるというようなモデルになっているという形です。でこの まあ、登場によって、まあ、何が大きく変わりつつあるかというところなんですけども、まあ、コンピューターの言語を返、まあ、さずに、もしかしたら、まあ、自然言語とか音声とか画像、まあ、映像ですね、このマルチモーダルな入力で、えーまあまあ、こういうのをプロンプトとして、まあ、計算機に直接命令できるようになっていくんじゃないかというところで期待されているというところかと思います。 でえー、とまあマルチモーダルの研究って、すごい、えー、とディープラーニングが登場した当初から結構あったんですけども、まあ、ここまで言語と結びつくっていうのは、多分まあ、あまり当時はあの想像してなかったというところがまあ大きいんじゃないかというところは所感としてえとございます。で,えー、ではですね、ちょっと今回のアップデートの話に入っていければと思います。 でまずはまあ5月版の振り返りということで、もう一回ですね、あの前回何話してたかというのをちょっと少しだけお話しさせていただければと思います。で前回はやはりこのあたりを、えーとまあ、トピックスとしてご紹介しておりました。で先ほど少し出てきました、えー、とこの最新のモデルの GPT-4 というのがです、ねえー、と5月の中旬ぐらいに えっと、リリースされて、えっ、ー、と、まあ、このす、まあ、無,無料の会員からも少しずつ使えるようになっているという形になっています。え、あと、まあ、サブのトピックスとして、えっ、ー、と、MacOS のアプリが出ましたという話をさせていただきました。ただですね、ま、まだ私の Mac でうまく動かないので、ちょっとまだ使えてないんですけども、一応リリース自体はされているという形です。 でえっ、ー、とこのモデルのちょっと振り返りになるんですけども、まあこれ、先月の13日に公開されたまあ最新のモデルで、えっ、ー、とまあどこに力を入れているかというと、まあ視覚とか音声入力にまあ優れているというまあこういうインプットをまあうまく受け取れるというのがえっと特徴になっています。でですので、えっ、ー、とまあより自然なまあ人間とまあコ,コンピューターの相互作用、まあ何ですかね。あの。 まあ、あのヒューマン・マシン・インターフェースみたいなところのまあ第一歩かなというところです。で、えー、とマルチモーダルの学習ということで、えーとまあ、テキストの入力だけじゃなくて、まあ、音声、画像、ビデオの入力のところが良、えー、くなっているという形です。あと、出力として音声が結構よく えとまあ、音声の出力が良くなっているので、えーとまあ、テキスト出力がまあ音声として、えー、とあの音声で伝えられるというところがですね、ちょっと拡張されています。でえー、と入力の、まあ、応答が結構早いというところと、 まあ英語のテキストの精度と、まあ、非英語のテキストの精度が結構上がったというところですね。えっ、ー、と、ここら辺がアップデートになってたかと思いますけど。あとは、API のコストが4と比べてかなり安くなったというところです。で、えっ、ー、と、こちらが、えっ、ー、と、まあ、モデル間の比較なんですけども、まあ、あの、えっ、ー、と、ざっとこういう形になっていますという形です。 でえー、と今回、えー、と6月版のじゃアップデートなんですけども、えー、と今回ですね、えー、と2つ用意してまして、1つは、えーとえー、とこちらは Google のモデルになります。で、えー、とこっちらちょっと6月なのかと言われるとちょっと怪しいんですけども、えー、とこの Demini の1.5プロっていうのに、えー、とあの2ミリオンのトークンが、あの インプット。まあ、多分これ、入出力合わせてだと思うんですけども、えっと、2ミリオンのトークンが使える、えっと、モデルというのが、今、出てるみたいで、えっと、今、公開はされてないんですけども、まあ、ウェイトリストで、まあ、待機、えっと、したら、して、順次使えるというようなモデルになっております。で、これが、えっと、トークンでテキストだけじゃなくて、えっと、これ、まあ、ビデオとか、ちらっと書いてるのは、このビデオとか、 えーと、オーディオとかのあたりも、これはトークンで換算されるので、えー、と、ビデオだと2時間ぐらい、え、オーディオだと22時間ぐらい入れられるということで、えー、と、ま、既存の、まあ、モデルありますけども、GPT-4 とかですね、えっ、ー、と、あとはクルード3とかですね、えー、と、ま、これだと復活すると、もうなんか桁違いになんかもう、 なトークン数を扱えるということで、お、ま、そ、あ、らくまあ本一冊とかですね、多分そういうのが入力として入れられるようなモデルが今出てきてるようですね。で、まだ使え、まあ、一般的には使えないんですけども。で、えっ、ー、と、もう一個がですね、あの先日あった、まあ、Apple の、まあ、こちら Apple なんですけども、えー、WWDC という Apple のディベロッパーのカンファレンスがいつ毎年6月にあって、 えとまあ、9月の多分新製品の発表の事前プレスリリース的なことをやっているのかと思うんですけど、それで、えー、とあら新たな、まあ、Apple から Apple Intelligence というですね、あのー、が発表されたというのが一つ、トピックスとしてありますで。これは何をやっているかというと、まあまあ、要するに iPhone と ChatGPT があの連携してえっと使えるようになるというのが、え、っと アップデートです。で、えっ、ー、と、右側はですね、ちょっとふり、ちょっと少し、えー、と掘り下げて、えっ、ー、と、いきますと、まあ、これも先ほどお伝えしたときに、まあ、チャット GPT が、あの、iPhone のプラットフォームと、まあ、インテグレートするというお話なんですけども、えっ、ー、と、まあ、現状、どこら辺で使えるようになるかというと、この、えっ、ー、と、iPhone の18とか iPadOS の18、まあ、Mac でいうと、 これはなんて読むかあれなんですけど、セクオイアっていうバージョンから、えっ、ー、と、こういう連携ができるようになるというお話です。で、多分時期としては秋以降というお話だったので、秋以降にこういう、えっ、ー、と、連携が出てくるという形です。で、えっ、ー、と、各無料で、無料のユーザーも、えっ、ー、と、OpenAI で、えっ、ー、と、ChatGPT を無料で使っている人も、これは連携ができて、 えっと、じゃあ、サブスクをやっている人はそんなメリットないのかというと、サブスクの人は、えっ、ー、と、まあ、自分が今までやったチャット履歴とかがすべてこれで多分紐づけられるので、一応、まあ、メモリ的なあの、どうなんですかね、あの、まあ、Google ドライブを買って、ストレージを持ってるような <laughs> あの人らが、あのまあ、サブスクインみたいな形になるんでしょうかね。 一応、これがまあアップデートになってまして、で今回もう1個ですね、あの新しい、えー、とモデルをです、ねあのまあ、何か話題提供しようということで、えー、とこれは生成 AI のモデルをです、ねえー、と紹介するというところをお話しさせていただきます。でえー、と今回 ですねえー、とイメージ FX っていうモデルを見つけてきましたので、それをちょっとご紹介できればと思います。でまあ、これはなんかいいとかあの悪いとか、優れてるとかっていうことはないんですけど、とりあえず見つけてきたので、なんか面白そうだったので、紹介しているという形ですで。これがですね、まあまあ最近、2024年の2月1日あたりにです、ね、リリースされたモデルで、 でこれは Google の、ね、AI テストキッチンというので、えっと、無償で提供されている生成 AI のモデルで、えっとまあ、さっき使ったら Google のアカウントだけ紐付ければすぐに利用できてて、で当時です、ね、この2月にリリースしたときは、なんかそのアメリカとか一部の国でしか使えなくて、日本では利用できなかったらしいんですけども、まあ、最近は普通に使えるように、えっと、なっています。 で、えっ、ー、と、ま、この AI テストキッチンでこれ初めて知ったんですけども、まあ、一応これ、え、Google が開発した画像 AI、画像とか他の生成 AI を公開しているうサイトらしいです。で、で、このモデル自体は、えっ、ー、と、ImageFX っていうのは、このテキスト2イメージのモデルで、Google が開発した Image,Imagine 2っていうのがあって、これを今はベースにしているようです。で、次のバージョンが、 イマージェン3っていうのがあって、これはまあ待機リストで随時使えるという形です。でえーとまあ、特徴としては、まあ、結構プロンプトがシンプルで、えーとまあ、初心者向けな印象です。でえーとまあ、画像生生のみに特化してるで、チャットとかやらなくていいので、まあ、やり取りが上長になりにくくて、 結局、LMM に疲れてきた人には、なんかこう、逆にいい感じがしました。で、あとはですね、画像の編集機能っていうのが、まあ、まあ、私の個人的な印象では、ダリーのシリーズよりか、まあ、よくできてて、なんかこっちの方がいいんじゃないかなという気がしました。ただですね、で、えっ、ー、と、使い方なんですけども、まあ、ググったら、えっ、ー、と、これがトップヒットしまして、 AI テストキッチンですね。えっ、ー、と、このサイトが出てきます。で、えっ、ー、と、このイメージ FX っていう以外にも、えっ、ー、と、ミュージック FX っていうのと、テキスト FX、あとビデオ FX っていうのがあって、えっ、ー、と、ミュージックが使え、えっ、ー、と、もうタダで使えて、これもまあ30秒から1分ぐらいの、えっ、ー、と、音楽が、あの、無料で生成できるモデルですね。 でテキスト FX はいまいち使い方が分からなくて、えー、とビデオ FX は、えーとまあ、これが動画生成、テキスト2ビデオのモデルかと思うんですけど、これは、えー、とまだウェイトリストで使えないという形です。でえーとでえー、とデフォルトの,あの、まあ、プロンプトを実行したらこういう形で、えーとまあこの バッ,クのバックエンドはまあこの Imagine2 っていうのが動いてるらしいんですけども、これはどちらかというと、あのなんかどういう、うなんですかね、あの画像のジャンルは特に選択できなくて、まあ、こういうなんか写真画的な、フォトリアリスティックな画像がまあ生成されてくるようなえーとモデルみたいです。で で、これ、ちょっとあの、デフォルトのプロンプトでなんか、こう、寿司とかラーメンとかが入って,てそのまま実行したら、えっと、こんなものが出てきて。で、で、これにですね、画像をクリックして、えっと、ま、画像編集っていうボタンがありまして、これですね、あの、こちら、こう、ちょっと、ま、もやがかってるところですね。これが、あの、画像の選択してる箇所なんですけども、ま、ここを、ここに対して、 で何かですね、あの、プロンプトを与えて画像を編集するっていう機能が、えっ、ー、と、このモデルにありまして、えっ、ー、と、例えばここを選択して、えっ、ー、と、まあ、わさびたくさんって書いて、えっ、ー、と、実行すると、ここだけ修正されるみたいな感じですね。で、ただですね、まあ、日本語じゃなくて英語で、えっ、ー、と、プロンプトは作った方がよくてですね。で、えっ、ー、と、実際、ま、実行すると、まあ、細かい話をするとですね、あの、こう、 結構こういうモデルとか、まあ、画像生成やるときにあの、シードとかばらついたりとか、あの画像の ID が引きつかれないとかあるんですけども、で画像結構ガチャガチャ変わっちゃうっていうのがあの問題としてあるんですけど、結構こうあの画像もうまく、これが前後で実行した結果で、ちゃんとこうわさびだけ、わさびっぽいやつが、あのこの寿司の上に乗っかってると。 で、えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、ここ、ここ以外に着目すると、変わったとこ以外、えっ、ー、と、編集かけたとこ以外っていうのもですね、意外とかほとんど変わってなくて、えっ、ー、とあの、結構きれいに、えっ、ー、と、目的の場所だけ、えー、と変わってるなという感じですね。で、えー、ポイントとは、えっ、ー、と、メニーわさびですね。<laughs> で画像せあの、画像の編集ができたという形です。 で、ダリスリーだと結構うまくいかなくて、これ、まあ、ダリスリーにとか他のダリスリーあるんですけども結構うまくいかなくて、ど,どちらかというと、まあ、あの、もうちょっと画像生成特化のモデルの、まあ、ミッドジャーニーとかですね、まあ、だと結構うまくいくんですけど、普通はサクッとできるモデルで、えー、とうまくいくのって、 あんまない印象で、これはまあ、こういう意味ではまあ使えるの、まあ、まだいい方かなというような印象です。はい、で、一応まあ、今回の内容は以上で、一応まあ、6月版のアップデートということで、えー、軽くお話しさせていただいたのと、えー、そうですね、iPhone と GPT-4 ォーとかの連携が今後行っていくという形と、まあ、 一個、毎回一個、生 <laughs> 成 AI のモデル紹介できたらいいなということで、今回はイメージ FX を、えー、と紹介させていただきました。